赤木さん、こんにちは。えー、ネオファイナンシャルプランナー藤井です。えー、今日はですね、えー、目の前の偶然にということで、えー、お会いしていただいてですね、あのー、優しく、あのー、お話をかけてくださって、僕もあのー、えっ、ー、と、ホケマン時代、<laughs> ああいう場合、慣れ、慣れてはないんでですね、あのー、すごく優しく、あのー、おしゃれな感じで見守っていただいて、えー、ありがとうございました。はい、あのー、 すすごくですね、まあ今日のは結構つらかったなーって僕は思いますけどあのそうは言ってもですね何人かあのあのお友達申請いただいたりとかメッセージを頂い,いてたんでなんかこうまあ僕もねまだ保険の仕事だったり FP の仕事してるのでやっぱもっと見習わなきゃいけない部分もあるなというところで、えー、思い は、を馳せておりました。ただ本当に赤津さんが目の前にいてくださってですね、本当に良かったなと思います。あのー、ちょっとライブのことでね、あの、ご案内もありましたけど、あの、改めて、え、ご挨拶に伺えたらなとも思っていますんで、よろしくお願いします。またどこかでお会いできたらなと思いますんで、よろしくお願いいたします。失礼します。